ここまで福島市から会津若松市の鶴ヶ城、そして今喜多方市の恋人坂を見てきました。帰りのルートだけで、峠越えのルートでどのくらいの燃費なのかなっていうのもちょっとチェックしてみたいと思います。狙った通りのコーナーを曲がる、そんな感覚があります。おっと、猿がいっぱいいますね。引かないように気をつけないといけないんですがこれは猿の群れに遭遇しました。はい、止まってるとちょっといたずらをされてしまうかもしれないので、このぐらいにしときましょう。たまにこういうこともありますね、ここの道は。ここでレイクラインの一番標高の高いポイントを越えましたかね。ここからは下り道を行きます。ちょっと一旦ここで、この峠道多分ひたすら今登ってきたところなので、そこでの燃費をちょっと見てみますか。峠道に入る前の恋人坂を過ぎたところから計測を始めて、そこから今 31.5 キロ走ってきました。で、平均燃費が 14.3 キロですね。まあ、ほとんどの区間を上りで来た割には悪くないかなと思います。またちょっと雨が降ってきてますね。ちょっと土砂降りになりそうな感じの暗さではあるんですけれど、ちょっとこらえてほしいなというところです。まあ、ちょっと雨が降ってきて路面も濡れてますからね、安全運転についついちょっとスピードを出したくなってしまうんですが、ここは気をつけて走りたいと思います。ここでせっかくなので、この走りを楽しみながら今撮影をしてくれているスタッフを紹介しましょう。先ほど猿が出てきた時についわーと言ってしまっていたんですが、今撮影をしているのがダブルさんです。ダブルさん、一言お願いします。カメラマンをしております、ダブルです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ここまで3テイクぐらいしました、ありがとうございます。まあ、夏休み企画ということでね、こういったご紹介もさせていただきたいなと思うんですが、ダブルさんは普段お車は何に乗ってらっしゃいますか？ラシーンに乗っています。はい、ありがとうございます。ラシーンという車、日産にラシーンという車今ないんですけれど、ただこの名前知ってらっしゃる方、ラシーンという車知ってらっしゃる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、日産ではその昔体育カーというシリーズを出していたことがありまして、ラシーンを含めたちょっと古い、なんて言うんでしょうね、クラシックカーに近いようなデザインの車種をいくつか出しまして、ラシーンの他には B1、 フィガロ、そしてパオといった車種があります。これどれも今ももう何年前でしょう、20年以上前の車たちなんですが、それでも今も中古車としても結構人気が高くて、状態のいい車は高額で取引されてたりするそうなんですが、今カメラマンをしてくれているダブルさんはその中のラシーン、こちらに乗っています。一応ラシーンはベース車両は B14 型のサニーで、これをただサニーをベースにしていますが、ガラッと違う雰囲気の車として作ったのがラシーンですね。こう今で言えばちょっと SUV 風のデザインで、車体はそこまで高くないんですけれども、ハッチバックのギアゲートにはスペアのタイヤが搭載されていたり、あとは標準でルーフレールがついていたりと、色もラインナップのどの色もなかなか可愛い色のしている車なんです。ダブルさん、このラシーンを選んだ、ラシーンを購入した理由をよかったらぜひ教えてください。はい、あれは遡ること1年ほど前、もっとか、2019年にですね、はい、信号待ちでちょうど前の車がラシーンで、私その時に全然ラシーンっていう車が日産にあるっていうのを知らなかったんですけど、なるほどちょっとなんだこの車はと思って、そのロゴを見たら日産のロゴがくっついてて、はい、初めて、あ、日産車なんだこれって
思って、もうそのデザインにすごい一目惚れして購入いたしました。なるほど。今の情報私も初めて聞いたんですけど、2019年に日産のラシーンを初めて見て、その時に初めてラシーンという車も、それが日産車だという車ということも知って、そこからでも実際に購入するまで早かったですよね。でも1年は悩みました。なるほど。でもその1年後には実際に買ってしまったという。買ってしまいました。はい。それまでは何に乗ってたんでしょう。それまではデイズルークスに。ああ、なるほど。あ、デイズルークスということは今の一つ前の世代のルークスですね。はい。なるほど。軽自動車のルークス、デイズルークスからもうラシーンに乗り換えたということで、ただ私聞いたところによると、ダブルさんが今乗っているラシーンは自分よりもお年を召した車を購入したということで、はい、まあ年齢の公表はいたしませんが、まあ、ラシーンが販売されていた時期でちょっと想像していただければと思うんですけど、というわけでダブルさんは自分よりも年を取った車に乗っています。今撮影をしていただいているダブルさん、手伝っていただくようになった理由はいろいろあるんですが、その中の一つにラシーンに乗っているやつは面白いやつだろうということが偉い人の目に留まり、それによってこの福島日産の日産 YouTube の活動に参加するようになりました。実はチャンネルの動画の中の一部はこのダブルさんが企画して編集まで全て行ってくれています。今後もこういった感じで声での出演をお願いしたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ところで普段はラシーンに乗っているということですが、今日乗っているのはこのノートオーラ、日産オーラですね。助手席に座っていただいてますが、乗っている感じはどうでしょう。印象教えてください。はい、やっぱり静粛性がすごく高くて乗っててすごい快適な車だと思います。はい、ありがとうございます。もうちょっと素の感想を聞かせてほしいですね。静かすぎて本当エンジンの音とかも入ってこないので、高速道路を走ってる時にセミの声の方がうるさく感じるくらい、それくらい静かな車です。ありがとうございます。はい、そうなんです。エンジン音やロードノイズよりもむしろ外のセミの声の方が大きく聞こえるということで、窓閉めて走ってたんですけど、めちゃめちゃセミのうるさい区間がありました。そこでまあセミの音声の方がバンバン中に入ってくるぐらいの、まあそれだけ静かな騒音の抑えられた車だということですね。ちなみに外からの音の防音対策も結構されているんですが、それにしてもセミうるさいなと思って窓開けたら本当にうるさかったです。はい、その他はどうですか。気になったポイントとか。パワードライブがやっぱりラシーンにはついていないので、なるほど、アクセル1本で加速も減速もっていうのがやっぱり運転してて楽なんだろうなって思いながら。 ありがとうございます。そうですね、ラシーンと比べるとおそらくノートについていてラシーンにない機能山ほどあると思うんですけど、まあその中でも e パワードライブはちょっと気になるということですね。声を聞いていただいて分かると思うんですが、ダブルさん女性ということで、女性の目線から見ても e パワードライブっていうのはどうですか。結構良さそうな機能だなと思います。そうですね、私運転好きなんですけど、はい、やっぱり山道とかカーブ多かったりするとアクセルとブレーキのこう行き来がちょっと大変だったりするので、ちょっと運転苦手だなっていう方もいると思うので、その点は楽なんじゃないかなって思います。なるほど、ありがとうございます。そうですね、運転が苦手な方でも、苦手意識のある方でもアクセルペダルだけで走れるっていうのは楽かなっていう、そんな感じですね。はい、と言ってる間に雨が本格的に強くなってきました。このレークラインご覧いただいて、ちょっと今雨で分かりづらいんですけど、周りが草が生い茂っていて、なおかつ雨が降っていて、ちょっと走行に不安がある感じもしますが、これはこれで雰囲気があっていいかもしれないですね。雨の中でこうやって周りを草が生い茂ってる中を走っていくっていうのも、まあちょっとおつなもんだと思います。
発電を逃がしてあげるために自動的にエンジンを回す、今回の試乗の中でこの日産オーラの走り、峠道での走行性能からいろいろ試してきました。この1周はい到着しました。では最終的な燃費のチェックです。